チーコは、杖義春による日本の短編漫画作品。1966年3月にガロにて発表された。人はの白い文鳥の運命はその後の二人を暗示するかのようであった。ネジ式発表以前の杖の代表作の一つ。完成度の高い作品として知られる。当時、杖は、飢餓と孤独と不安で気く狂わんばかりの日々を送っていた。 沼を描いて以来、それ以前のストーリー優先の漫画から解放されたという実感を、げは持った。自由に描くことを許された、ガロ以前の歌詞本時代には、ストーリーの束縛があったため、自身の表現自体が拘束されていた。自分自身が描きやすくなったため、創作する上で、プラスになったと、告げ自身は10回する。 当時の告げの作品にしては珍しく、生活経験をもとにほぼ事実通りに描かれている。前編において描写は非常にリアルである。ストーリーは作品が描かれた5年前に別れた女性との同性生活の一部を切り取ったものである。文鳥をタバコケースに入れ死なせたのも事実である。死んだ文鳥の真っ赤なくちばしがみるみる真っ白に、 変化していく様を見て恐ろしくなり女性がバーズ止めから自宅に帰った際にとっさに逃げたと嘘を言った。唯一創作は死んだ文鳥を隣の庭に埋める場面である。事実は林家の庭の草むらに捨てたものである。後に下宿の頃、吉尾の青春などで事実に即した作品を多く発表するが、それらに先駆けた作品でもある。 これらの後期作品に比べると絵柄はずっとシンプルであり、ヒロインも可憐に描かれている。関連的な作品である、沼を描いた直後の作品であるが、作風は一転して私、小説風である。ゴンドを進むは、これほどシリアスな漫画は他には全くなかったし、ガロにすら誰も描いていなかった。 と感想を述べ、次に対し、文学の世界にしかなかった、思小説的な漫画を描くことにためらいはなかったのかと、問うているが、これに対し次は、文学に私小説の世界があることも知らず、何も考えなかった。事実通り描くことが面白かった。ラストの大駒がうまくいったと述べた。売れない漫画家と、その生活を水商売で支える女性との、同性生活。 お互いに疲れ切ってひび割れかけそうな二人の生活に、ある日、人はの文章が変化をもたらす。喧嘩の日々だった二人の関係が文章を介して、回復するかに見える。しかし、ある日、主人公が一人の時にふざけて、ピースのタバコケースに文章を入れ、放り曲げたら空中でうまく抜け出したため、もう一度同じ行為を繰り返したところ脱出に、失敗し口橋から床に落ち、 死んでしまう。驚いた。主人公は帰宅した女性に逃げたと嘘をつく。女性は疑り、林家の庭を掘り返す。そこに見たものは、ありがとうございます。